皆さんこんにちは、ピコ太郎でございます。今日は皆さんにペンパイナップルアポペンの振りをレクチャーしたいと思います。それでは参ります。基本はてんてんぽんぽんてんてんぽんぽんてんてんぽんてんてんぽですね。1、2と3と4と5、6と6、7と8と、足がこういって体がこっち行く、逆の1、2と3と4と5、6と6、7と、アレンジで回ってみてもいいかな、アレンジで回ってみてもいいかな。これが基本のダンスです。では参りましょう。まずはペンを持ってアップルに刺しましょう。 I have a pen は右手です。 I have a apple は左手。この時きっちりアップを持ってください。フリッツ・フォン・エリックのプロフィール写真と近いですね。フリッツ・フォン・エリック、鉄の爪。 I have a pen、ね、I have a apple を刺します。ドゥン、アップをペン出します。終えた後にこっちでペン持ってます。 I have a pen、 こっちは左手。 I have pineapple の時はこう持ってますよ。パイナップルこう持ってないじゃないですか、あのふさふさがあるんで、こう持ってください。 I have a pen、 I have pineapple、 うん、出しますね。 pineapple pen、 このまま行ってすぐ持って apple pen、 ここですよ。持ってで apple pen こう出してる人います。違いますね。ペン部分を持ってください。ペン部分を持つことが重要です。アップルを持ってここにペンがある場合、それはアポペンではなくペンアポです。アポペンにしてください。アポペン、パイナポペン、この次これです。正解は、正解はこれです。皆さんこうやってますね。こう持っちゃうとアップルとパイナップルをくっつけるだけなんで、ペン部分、アポペン、パイナポペン、ペン部分を持ってグーで、ドン、ペン、パイナポ、アポペン、踊ります。踊ります。これがペン、パイナポ、アポペンの振りです。わかりましたか？